ドバイでのセリダセリダは、主にアラビア半島の国々及びオーストラリアで行われている一コブラクダによる競争である。ラクダ競争とも言う。コースは短距離から長距離まで様々なものがあるが、外して競馬よりも長く 10km 程度の砂漠コースを周回して順位を競う。1名の機種が起乗し、手綱を操作する。 平均速度は時速40から60キロメートル程度で、ラクダのオーナーは自動車で並走しながら指示を与えたり分礼することができる。ラクダでの競争アラブ人の支配階層や有酸階級が結婚式など祝いの席の余興として自身の所有するラクダを走らせたのが始まりと言われている。これに他のラクダ所有者が挑むなどして、 次第に競技としてのラクダ競争が形成されていった。近代になって急速に生活が西欧化するに従って生活必需品としてのラクダは次第に自動車にとって変わられるが砂漠生活の文化的象徴としてのラクダを記念するためルール化競技化したスポーツとしての近代ラクダ競争が行われるようになる。また、賭博の対象や 観光資源としての側面も大きい。2020年、無形文化遺産に登録された。ラクダは、馬と違い、複雑な操作をしなくても、全力で失踪するため、騎手は手綱を持って走る方向だけを調節していれば、よく、高度な機乗技術が要求されない。このため、騎手は、体重が軽ければ軽いほど有利となり、従来は、セリダの騎手として4から6歳程度の児童が、 使役されていた。多くの児童機種は人身売買のような形で取引され、十分な教育の与えられない環境でセリダに従事させられていた。しかしこのことが児童労働として人権擁護団体などから指摘され、国際的に問題視されるようになると、アラブ首長国連邦やカタールなどはこれに配慮し、機種に年齢制限を設けたり、少年機種の社会復帰のために、 経済的援助を行うなどの対策を取り始めた。また近年では機種に代わり、ラクダを操作するロボットジョッキーの導入も進んでいる。これは最初スイスのロボティクス企業である K、チームコーポレーションによって開発され、年々軽量化などの改良が施されている。自動操縦のほか、リモコンによる遠隔操作もできるようになっている。ありがとうございます。